どうもこんにちは、どうも、ただいまからですね、明日行われる、ストップ原子力関連包囲行動に先立ちて、こちら大阪の京橋駅前で行われている、関連包囲拡大行動の模様のを、ゲリラ配信します、どうもこんにちは、どうも、ドライマーですね。あ、こんにちは、どうも。
タバコ吸いながら会場を出て、ご乗客にタバコの吸い捨てを見せてください。人混みの自転車に乗って空港することは危険です。自転車を降りて空港してください。長崎地域は自転車放置禁止区域の指定があります。自転車は駐輪場を利用してください。長崎地域の安全や街づくり連絡協議会では、長崎地域を安全安心で快適な街にするよう活動しています。皆さんのご協力をお願いします。今日は割と少ないですね。やっぱ人通りがやっぱり、あ、どうもどうも、福田さんです。ちょっとオフレコ。いやいや、ですね、おとついあれなんですよ、天皇誕生日粉砕じゃない天皇誕生日粉砕集会に行ったらですね、駅に集会に行こうと思って駅に着いたら、すでに公安がスタンバイ駅になんかおってですね、僕をつけてくるってことがあったんで、あれはびっくりしたですね。天皇制をものすごいあれですね、やつらを牙を剥くってことで、ヘイトスピーチ対策の職員、飲酒運転繰り返す、ストレスが溜まってるのか、ストレスが溜まってるとそういうものではないですけど。
どうもどうも、お疲れ様です。おとついに、おとついの23日に、天皇誕生日粉砕集会に行ってみたら、うん、駅に着いたらすでに公安がバーッとおって、つ、はい、いてくやがるんですびっくりしたんですね、あれは。ついてくるっていうのは、かなり上手かったのかな。ほんで、略棒になんか太い白い線が2つ入ったやつがおるんですけど、そいつが僕を流しで脅してくるんですけど、太い線が2本だとケーブルらしいんですけど、なんかいろんなとこ見てるやつなんで、結構怖さが偉い人なんじゃない？見てるのか、これも見てる、多分これも見てると思うんですけど、あ、これを見てる人、あ、今5人ご覧になってるんです、途中2人ぐらいはお世話を受けるかもしれないですあ、かやさんからの連絡で、ちょっと今退勤したところなんで、今お仕事終わったところなんで間に合わないということです。ではもうお疲れ様でした。もはや業務連絡しますあ、コンディリコインもありがとうございます。もうなんかぐちゃぐちゃになってきたんですけど、あ、マイク、あー、そうだ、125のピラティスに来るはずなんだ、なんかあったの、え、いや、ま、お、逮捕されたとか、そういうことだ、チャリンコで来てるから、ちょっとチャリンコが壊れたとか、あー、パンクしたとかですね、チェーンが外れたとかですね、僕が子供の頃乗ってた自転車がですね、毎日チェーンが外れる、あ、チェーンが伸びきてるんですよね、それは一個一個ね、切ってね、はい、なんですけど、そのやり方が分からない自分でやるなんてこと無理ですよ、いや、放置するから、そのまま今の僕の自転車はもう2年ぐらい前にパンクしたらそれっきり放置してるんですけど、パンクしてもパンクって言うと中の芯が見えてる状態なんで、もうここに変えたら3000円以上かかるかなと思ってで、中古の7000円ぐらいで買った自転車なんで、そうやって買った方がええかもしれないな、だからなんちゃらかんちゃら考えてたら、全然買い替える。タイヤ全部変えたら4、5000円。そうですね。かかりますね。絶対変えなくてもいいんですけど。結構いい自転車やったんですけど、電気つくところがですね、なんていうか、ダイナモで回すやつじゃなくて、なんか、車輪の中心部になんか変なのがあって、それがくるくる回ることによって電気発生させるっていう、あ、それいいやつ、ええやつだったんですよ。てか、あれはまあダイナモっていう、まあ、ね、なしがしんどくない、足が。というわけでして、まあ、自転車の話もさておき、あ、今7名さん、あ、皆さんどうも、こんにちは、どうも、あ、どうも、皆さんこんにちは、どうも、ヘイトスピーチ対策の市職員が飲酒運転を繰り返す、読売新聞、よくわからない、あれなんですね、まあ、ヘイトスピーチ対策って言っても市長自体がヘイトスピーチなんで、やっぱりしんどいんじゃないかなと思うんですけど、完全に矛盾してるじゃないかって話でして、今皆さん、チラシを皆さん配られておられます、12月はですね、ちょっといろいろ忙しくて、個人的に私事ですが、なんて言ったらいいかな、なんて言ったらいいかなじゃないですか。
方は割とやっぱり人通りが少ないですね。そのやっぱりみんなお家でエクササイズじゃないわ、なんだっけな、湯豆腐でも湯豆腐じゃないです、なんやったっけな、あれ、あの白いやつ、ケーキ、ケーキといえば横川ケーキさんなんですけど、実際にあの横川さんを見たらものすごい細いしな、あの人だから僕のちょっとお肉をちょっと差し上げたいなって思います。差し上げたいっていうか、ぜひ受け取ってって感じで、そう、もう何を言ってるのか分からなかったけど、10キロぐらいちょっと引き取ってくれぬくいし、冬はぬくいですからね、10キロぐらい受け取ってほしいなーなんて思ったりとかする、ね、あとあれですね、その亮太さんも、あ、なんか落ちました、脂身を受け引き取ってほしいなーなんて思ったりいらんわって言われると思うんですけど、でも冬場は抜くんですか、ジゴンと同じで、なんか空が曇ってきたんですね、見えます、今なんか向こうの方に喋ってられる方なんか動物愛護団体の方だと思うんですけど。ワンちゃんがいるからちょっと触りに行こうかなって考えたり、でも犬とか猫とか活に僕手出すと思いっきりガブって噛まれる方なんで、警戒されるんかな、猫とか顔を近づくと思いっきりシャーってやられるんですよ、引っかかれるってことがあるんで、ちょっと怖くて引っかけない、人が増えてきましたね。
暗くなってきた。予定ではですね、本日どうもこんにちは。どうも。シェイでもワンちゃん、ワンちゃんがいるですね。すごいサンタクロースの格好してる。
ワンちゃんがあのサンタクロースの格好をしてはる、してはるっていうか、ああいうの服ってどうやって着てるのかな。あの上からかぶせる感じになるんですかね。同じ犬でもその毛が短い犬とそうじゃない種類の犬じゃいるじゃないですか。だから短毛種のワンちゃんは割とだから冬場はちゃんと服とか着せない、防寒用とかの服着せないと風邪ひいちゃうらしいんで、まあ、でもやっぱりその何て言ったらいいですか、その前ですね、僕がおった会社の方で、柴犬を飼ってる人がいたんですけど、ペットの美容室の見習いの人に、安くやってもらったらですね、ものすごい短く毛を刈り込まれて、なんか別の種類の犬みたいになっちゃった人がいましたね。怪しい人がいる。大阪城の中、大阪城なんですか、イルミネーションライトアップの宣伝してますね。いろんな方がおられます。JR から京阪電車に乗り換える方でごった返してる、こちらの京橋駅前の広場になってます。
明日はあの今年最後の、完全包囲行動となりますからね。現在ですね、こちらの、JR 大阪駅で、ね、あの京橋駅前では、明日行われる、ストップ原子力関連包囲行動に、先立ち、行われている関連包囲拡大行動の模様をただいま配信中でございます。京橋地域を安全、安心で快適な街に見るよう活動しています。皆さんのご協力をお願いします。バッテリー2号再送電、よし。
はい、相当急いでる。急いでますね。あと受け入れ対象が。あ、そうなんか。京阪電車から来る人らは割と慣れしてる、やんわりてか急いでないですけど、京橋 JR から京阪電車に乗る人はすごい急いでるね。京阪電車か。京阪電車の京阪電車ってやっぱりあの標準機でしたっけ。あの線路の幅どっち行ったかな、それは線路の幅はさておきですね。私京阪電車と阪急電車と同じ会社やったんですけど、一時ちなみに近鉄となんか同じ会社だったんですけどね。どうもお疲れ様です。どうもとか、そして原発
昨日はどうもありがとうございました。どうも、鋸南町を子供を守る会社長だ。実はその広場でその鋸南町に計画されている、何を埋めるかよくわからない。汚染土廃棄場、埋設処分場ですか、処分場についての情報を全く把握してなかったので、何を入れるかわからないというのがすごいです。全国の動きっていうのはなかなかいろんな動きがありすぎて全部把握しきれないですね。昨日死亡する人間の数もパーセントで減っていくのが当たり前ですよね。驚くべきその動き。今関わらず増え続けるんです。10年20年経って放射能が予想見せたら何やるか分からない。大量の放射能が漏れたって。
たちは関西電力本件を包囲しようと毎週毎週動いています。今は包囲と呼べるほどの人数は正直集まってません。でも必ずここに集めなきゃいけないと。そのここがどこかといえば、この京阪電車に乗ってですね、中之島線渡辺橋で降りてすぐのところにあります関西電力本件ビル。このビルを毎週金曜日朝11時から晩は7時8時まで毎週ここで包囲しようと呼びかけてます。今高浜原発が再稼働されようとしています。去年の9月大井原発の産業工期が停止してからですね、今に至るまで1年以上原発は一気も動いていません。もっと言うならば、2010年の9月5日、総理のうちで原発がすぐに全然して、それから2ヶ月後に大井原発3号機、4号機が再稼働された。それ以降、他の原発は一気も動いていないわけです。2012年の7月以降起こった大井原発が止まった去年の9月以降は、もう一基の原発も動いていない。そしてこのまま全ての原発を止め切って、原子力産業の全てを終わりにしなきゃいけないときに、関西電力はまだ諦めてなくて、高浜原発3号機、4号機を動かそうとしています。高浜原発を動かすために関西電力が安定審査と審査書案を出す。それに簡単に行こうなというような、そんな審査委員を私たちは中断し、関西電力を包囲しようと思ってます。今関西電力を中心にして本当に1万とかでも足りない、10万それ以上100万でも集めて関西電力を中心にこのまま中機能の全てを止めてしまうような大包囲をやらないことには、私たちは放射能の圧力から逃れることができません。
関電方位拡大コール、どうやら関鉄の模様でございます。あ、どうもどうも。はい、関電方位拡大コール完了しました、という感じで、どうやら、あ、どうも、どうやら終わったっぽいです、完了って感じですね、例えばこちら、JR の、と京阪電車の、京橋駅ってところは東京今あるらしいんですけど、これは大阪の京橋駅で行われている駅前で行われている関電方位拡大行動の模様を、中継しておりました、どうやら、関電方位拡大行動、以上で、関鉄の模様でございます、あ、寒くなってというわけで本日の、橋の方は以上で終了します。どうも、あ、雨やったというわけで本日の、関電方位拡大行動、以上で終了します。どうも、皆さんご視聴の方、あ、どうも、危ない、こけそうになった、いや、ご視聴の方どうもありがとうございました。失礼します。どうも、ご視聴どうもありがとうございました。どうも。